はい、こんにちは、ビッグボーイと。はい、こんにちは、モヒーです。はい、じゃあ、前回の、さっくりモールクラッシャーに加えていく。じゃあ、今回もドンパチ。はい。今回は何をやるのかな？今回はウォッチドックス。ウォッチドックス。なんか、某ゲームはね、思い出しますが。うん、あれだね。そう。やったことないんで、あんまりわかんないんですかね。まあ、ペイデイ2のウォッチドックスとは？そう、ペイデイ2のウォッチドックスは、まあなんか、ドンパチ。みんな大好き。みんな大好きでも、とにかくドンパチ。ドンパチでデイ2という。デイ2、また久々のデイ2。いやーいいね。まあデイ2といえばね、ホークスのブレイクアウトというかとかいうね、ちょっとおっかないの思い出してますが、あれがどうもアップデートでどうも強い敵が追加されたらしくて、そう、ちょっとね、ブルドーザー以上のやばい、もしかしたら CPU にとってはブルドーザー以上かもしれない、めちゃめちゃねうざい敵が追加されたらしいんで、その前に追加する前にクリアできてよかったと。またまあとりあえずやっていきましょうか。はい。でこのステージもまあ、最初から初っ端からその敵が出てくるらしいんで。はい。まあ、もしかしたら、いきなり死ぬ可能性がね。まあ、張り切っていきましょう。まあ、死んだら死んだら、死んだら死んだで。死んだら死んだら。え、ベリーハードです。で、これはなんか麻薬をね、まあ、持ち運んで集めるみたいなね。なるほど。あ、はい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 。安全な場所に移動させろ。これどこにいるの今これ。冷凍庫？そう。お肉屋の中。臭そう。さあ、いつ開くんだこれ。で、ここでもしかしたら新しい敵がいる可能性があるんで。なんか、壁が。あ、超待ち構えてる。グレネード、あ、倒しちゃった。さあ、出ますか。で、これをどこに運搬すれば。で、一応、なんて言うんだろう、その、ここ。そこ、失敗してんだよ。あ、失敗した。ここに、なんか集めるのが、乗せれねえ。野良でやると、ここが結構、ここで集めてる人が多いんで、じゃあ、ここに集めていきましょう。それを真似しましょう。また奥の方から、また奥の方から敵が来てる。まあ、ベリハだし、そこまで。まあ、難しくはないと。にはならないと思いますが。ね、皆さんに、さらっとした、ペイデイ2ライフの動画をお届けできればと。ヌルゲーマーにも楽しめるということをね。ポリスアサルト。あ、あれ、あ、あれ、クローカーだ。ん？待って、まだいる？待って、とりあえず彼助けよう。ゲタファッカー。ボニー、はい。いてててて。運んじゃおうか。ああ、もう始まった時点でね、麻薬を。待って、誰かテーザー当たってるな。NPC ちょっと死にすぎじゃね？おい、ボニー。ボニー何してんだ？は？なんだこいつら。あれ、CPU がなんか頼りないぞ。ホクソンブレイクアウトのね、CPU はすごい。かなり頑張ってくれて。ボニー。ちょっと、M がブルー。腹いて。ボニーしつこいぞ。あ、やばい、クローカー見えなかった。Hey, help me. Yeah. Get the fuck out. よっしゃ、上に行きましょう。CPU はバカなんだね。ブルドーザー？え、どうぞ。CPU がドーザーだよって。あ、本当だ、ドーザーだ。待って、ジョーミック死んでんだけど。え、待って、あ、俺死ぬかも、スナイパーやべ。グレネード
あ、ブルちゃんいた。あれ、ショットガンで先行するわ。ブルちゃんぶっ殺すの頼みました。いや待って、リロードナウ。あ、当たった。よしよし、ナイス。で、目の前に敵いる。 CPU ちゃんがね、 CPU ちゃんがとんでもない場所で固まってたんでね、ちょっといろいろびっくりしました。ああ、もう無事。ていうかね、まあ今言うのもなんだけど、このポリスのこの特殊部隊の人たちってなんでこんなカメレオンみたいなスーツ着、スーツというか装甲を着てるのか。だよね、あれ本当にね、弾薬を通さない とてつもなく強い物体なんで。え、ってことはあの弾薬を通してしまう我々はもっと強い。うわー、当たんない。俺たちはね、弾薬をねぶつかってもね何秒かすれば回復する。あれ硬いな、あの敵。やばい、このカー4威力重視しすぎた、全然当たんねえ。痛いです。あっちに運べばいいのか。ロングバレルが欲しいところですね。これこっからどこに投げればいい。あの 50m。 とりあえずここのドア開けます。はい。何が落ちてきてんだ。スタート終了。さあ今が、今しかない。今が時期だ。今が、今が、今がチャンス。で、これ確か4個取ったらなんか他の場所に運ばなきゃいけないんで、とりあえず4個だけ。OK。はっ。ピッキングマジクソ。うん、奥の方から敵がいるんだけど、接近してこないと当てようがないな。僕ね、今回持ってきた武器、本当に反動がゴミすぎて全然当たんないんで。反動は僕も結構ありますよ。ちょっとね、武器をね、武器ちょっと荒れすぎちゃったんでね。威力重視しすぎちゃったんで。ちょっと弾を回収がてら、行こうかな。あ、テーザーだ。出た、神的。え、嘘。多分このドリルみたいな音は。危ねえ。あれ、ちょっと上戻ろう。あ、そっちにも敵いるのか。待って、彼死んでんだけど、ちょっとどうしよう。あいつはもうダメだ。あいつはもうダメだ。ほっとく。ははは、捕まった。あいつはいてもいなくても変わんねえわ。ビッグザコすぎんよ。え、ここにいるよ。よいしょ。どう？あ、テーザーだ。あ、弾が少ねえや。あ、テーザー、ドーンとテーザー。ノー、どこだテーザー。テーザーどこ。助けて助けて。オッケー、いた、倒した。あぶねえ、ノー、やれちゃった。助かった。バイ、バック取られてる。あかん、ちょっと、弾不足。わあ、敵がめっちゃ飛んでった。ちょっと弾薬置いていいかい、この辺に。じゃあ飲みました。はい、 OK です。はい、 OK。 まあ弾があれば何でもできる。やばい、いて。あ、めっちゃ来るな。バック早う。ちょっと僕は戦闘しております。
待って、ショットガンリロード。待って、ボニー頑張って。よし。よし、運ぼう。で、こっちの部屋に一旦全部集めるか。とりあえず4個さえやってくれれば。まあ、可能なら全部回収。おへわしおい。あ、テーザーいたな、今。さあ、もう脱出はできるけど。あ、なんか間違ってショットガンにサプレッサーみたいなのついちゃってるな。もうちょっと、まだ運べるよね。多分ね。で、あのね、エスケープのドライバー早く行ってあげないと。はい。死ぬんで。マジでやられるの。だからもうそのバッグ取ったら行きましょう。OK、じゃああと1個だけ持ってくわ。ムーブムーブ。まあ死んでもね。あ、死んだ。え、嘘。早すぎ。え、ジェガットドライバー。よし、じゃあ今です。もう今です。これはもう今です。今です。ダーン。ん、どうする。ん、どうしたらいいんだ。時間が余ったし、カバンを運ぼう。全部了解。チョッパーが来るまで待機。ポップが狭いで。今だ。くらえ。フォップ変更アタック。はいし。こいつのくらえ。おいしょっと。やべやべやべ、敵やべ。うわー。ボニーもっと前線で戦ってくんないか。おい、ちょっと CPU に何を期待しているさあ、これがね、1袋で13万ドルも多いし、まあコカインですからね。もうコカインでみんな幸せになるよ。そう、まあ、僕はね、危険ドラッグとかね、そういうね、おっかないものはね手を出さない主義です。手を出さない、出したかったとしても、手を出しますってここで言い切ったら、この動画危ないことになっちゃう。手を出したかったとしてもね、仮にね、どうやって入手すればいいのか、情報弱者の私にはね。いや、でもペイデーの4人衆がいれば覚醒剤ぐらいは。あ、死んだ。え、何して敵の前でリロードしていくスタイル。ボニー可愛いよ、はあ、はあ。おい、ボニー俺が助けてんぞ。ボニー、俺が助けさあ、運ぼう。ああ、30秒前。いやーね、今ね、今ボーイをね、敵と勘違いしてヘッドショットしたね。フレンドリーキルとは。さあ、これで全部か。ヘリはどこに来るんだ。というわけでね、もうどうせだし、もう一回回復してしまいましょう。了解。このね、ベリーハードでしか使えないような回復みたいな。まあでも一本道だから、な、敵がいろんな四方八方から来るってことがなくて、結構楽ちんに倒せる。でもね、敵を全員殺さないとね、僕たちは先に進めないんで。さあ、行くぞ。あ、ヘリはこっちなのか。あ、ヘリいた。行くぞ。あ、やべ、リロードするの忘れてた。痛い痛い痛い。行くぞ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 。ついでに弾回収。
ザジャッジ強えな、これ。一撃、あ、クローカーオーラ即殺ね。んと、どっちだ、こっちか。あ、ドリルつけたの。あ、こっち割んないといけないんだ。多分ね。あ、あれテーザーだ。あれテーザーだけど全然接近してこねえや。まあテーザーはね、テーザーは遠くだったらザコだから何もできねえだろう。おいザコテーザー。悔しかったら近づいてみろ。ほらあ、木が拾える。え、でも木拾ってもどこに木つけるんだ。木を使って家を建てる。あ、ここにバリケード作れるんだ。場所へ。ハーリーって言ってるぞ。あと2分。これはね、最初の方に。あ、待って、こっちから行けるぞ。え、嘘。何のための通り。何のために生まれて何を知って喜ぶ。コカインを運んで脱出。はい、脱出。痛い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 。あれ新しい敵だ。え、あれ、あの番怖え。来た。オッケー。なんだあいつ。じゃあ、はい、トラックロードは成功と。はい、2日目、はい、2日目 Day2 に続きます。はい。